どうも皆さん、おはこんばんちは、アリジャです。アサシンクリードで続きやってきまして、アレクシオス、やっぱり僕を拒んだ後で気が変わったんだね。全然。でも残念だけど、愛の行為はちょっとだけ待ってくれる？勝手に言ってろ。何言ってんのこいつ。ソクラテス、会話を切り上げるのは心が痛むけど、もう僕の分まで十分喋り尽くしたでしょ。今度はその口を何か別のことに使わないと。アルキビアデスと長く話していると、熱心な口説き方の奥の奥、とても深くにごくわずかな知識の片鱗が見えてくる。バカにしてんのか。一連の言葉で同時に褒めてけなすなんて、ものすごい才能にあふれてるんだね。いいところに来たね。アテナイ市民になりたいソファネスという友人がいるんだけど、ちょっと助けが必要なんだ。あなたのね。なぜ俺の助けを必要とするんだ。傭兵なら誰でもいいけど、お気に入りはあなただし、小さな名簿に友人の名を記してくれる？ソファネスには自分で署名できない理由があるんだな。できたかもしれないけど、彼はあなたほど才能に満ちていないからね。つまり？力ずくのやり方を知らないってこと。自分でやったら失敗する。なぜ当てないなんだ。もう別の場所の市民だろう。たとえ口にしなくても、みなアテナイの市民権を求めてる。ソファネスは政治への参加を望んでるけど、市民じゃなければできないのさ。なるほど。お気に入りの傭兵の名簿があるとは知らなかった。一番手は俺か。もちろんその通り。あなたがどうしてもって言うなら、喜んで後ろに送るよ。すぐに片付きそうだが、何か理由があるんだろう。立ち入り禁止のメトルーンに入るという問題があってね。署名もうまく偽造しないと。法を破って市民になろうとしてるわけだ。そういうのは先に言え。次は覚えておくよ。目当ての建物は広場の近く。気をつけていって。署名は終わった。アルキビアデスのところに戻る。マジで？もう署名終わってたわ。よっ。僕のお気に入りの傭兵が署名終わってたよ。いい知らせも持ってきた。へえ。じゃあやったのかい。当たり前だ。ソファネスの名前は市民名簿に載った。完璧。あなたに依頼してよかった。いつの間に終わらしてたんだ。どうもー。イエー。これで友人の名前を名簿に登録できたよ。あとは一つだけやることがある。今度依頼を二つ抱えてたら一度に言ってくれ。二つ目は一つ目の依頼の完遂が前提条件さ。見届けないといけなくて。そんなに怒る。誰かすごい距離今走ってたぞ。要点を言え。残念だけど、ソファネスの名前を名簿に載せても市民にはなれない。彼の市民権を証明する証人も必要だし。俺にその証人になると？そんな単純な話ならいいんだけどね。いや、証人は他に考えてあるよ。ペイルースという美目秀麗な男だ。その美目秀麗な証人を探そう。完璧。そう言ってくれると思った。俺たちが証人になれない理由は何だ？証人の条件は当てない市民であること。友人はもちろんダメだ。ペイルースには気をつけてね。あの瞳の虜になる奴は大勢いるから。他にまだ何かあるなら今のうちに言ってくれ。ないね。これで最後のはずだよ。はず？最後だ。フフ、虜だろ。ペイルースを、彼はよくアゴラ東側の司法施設の周辺にいるよ。それで協力を頼むのか。ペイルースにはソファネスの両親は二人ともアテナイ人だって言ってもらう。どうやって言わせるかはあなた次第さ。どうやって言わせんだろうね。
造兵所の北にあるアゴラ。造兵所の北。造兵所どこ？この辺かな。あ、これだ。造兵所あったわ。北にあるアゴラにいる。まあ、この辺ってことかな。早速行ってみよう。商人だ。見つけたぞ。めちゃくちゃ見つかるの早かったな。あ、まあここのアゴラに敵のあれもいるんでしょう。アゴラの住人をひたすら切り捨ててたら出てくるかな。コスモス、とんでもない発想だけど。あれがアルキビアデスの美目秀麗な男か。そうは見えないな。ディオンにはこれ以上払わないと伝えろ。私と話したいなら自分で来ることだ。借金の話じゃない。なら何が目的だ。ある男がアテナイ市民になろうとしてる。あんたには証人になってもらう。私が？なぜ？証人になるとアルキビアデスが言ったからだ。ああ、アルキビアデスが？しつこいやつだ。私が助ける男の名は？ソファネスだ。ソファネス？知ったなだ。ダメだ、助けにはなれない。彼のことは知らない。なぜ協力したくないんだ？本物の傭兵だな。前もって情報を知らされていない。ソファネスはドラクマのために部下を裏切った。やつには市民権より死がふさわしい。ああ、お前に責任はない。知らなかったんだ。でも、もう分かっただろう。ディオンは集金のために誰かをよこすらしいな。必要なドラクマを持ってた方がよくないか。分かった。頼みを聞こう。アルキビアです。やべえな。やべえ仕事ばっかり持ってくるな、本当に。あいつ200ドラクマを今持ってかれたぞ。なんで今滑った、わざわざ。もうここで200ドラクマね、回収しないと。腐った肉はいらねえな。腐った肉はなんで拾った。慎重に行こう。よっ。うりうり。どうした。よー、ここら辺にいるんだと思うんだけど、分かんないね、普通に歩いてても。まあそれは分かったらやばいんだけどさ、いたわーみたいな感じ。今までもなんか気づかずに倒してたりあったからな、普通に敵として。
そういうのがあるんだったらね、わかりやすいんですよ。どうも。出て出て。おるや。光よ。光。おる。おいおいおい。助けてやろう、この世からな。おいおい。おい。はい。はい。やれやれだぜ。お待たせ。戻ったね。ソクラテスもいたのか。あなたと同じで顔を出さずにはいられないのさ。問題はなかったよね。ああ、少し強く出るだけで済んだ。心配してた通りになった。あなたうまくやったね。おい、知っておくべき情報を俺に話さなかったな。ソファネスのようなものにやり直しの機会を与えるべきさ。過去にしたことは重要じゃない。次から何が重要かは俺が決める。わかった。ソファネスには僕が伝えるよ。程度の良くない市民は隣人や良い市民に仇をなさないか。どうだ、先に機会を与えずに人の善悪は判別可能だろうか。変わらない人間なんかいない。悪人が善人に変わることだってある。その逆もまた真なりではないか。善人も悪人になりうる。未来はもちろん、今この瞬間の行動を予測することなどできるのだろうか。無理な相談だ。人は予測できないと学んだ。そのせいで仕事が困難になることもある。もしそうなら、自らが正しく相手もそうであるよう願うこともソファネスのようなものに機会を与えず危険を犯さないということもできる。一体悪行は善行を変えられるだろうか。その逆は可能なのか。別の機会のいい議題ができた。そいつは良かった。オッケー。さて、コスモスの門徒はどうだ？ちゃんと死んで、アゴラにいるみたいな話しか分かんなかったけど、このアッティカの採石場を所有し、奴隷を働かせているっていうのがあるんだよね。これがいまいち分かってないんだよ。その正体を突き止められるとか書いてあるんだけど、コスモスアッティカに採石場所有しって書いてあるけど、アッティカでね、そんなにこう仕事ないんですよね。この辺はソクラテス情報持ってるかな。送迎が書いてこの辺あるけど、そう、この辺にはミッションがないので、アッティカのね、人々を助けるしかないってなったら、もうこの辺のミッションを受けるしかないよね。あっち側に、あ、ワープポイントあるわ。ワープ。ほら、ここにね、一人だけまだ分かんないやつが残ってるのが気持ち悪いじゃん。コスモスの門と、まあ、きっちりやっとかないとね。で、最終的にね、アゴラが裏をついてるやつをこうバシバシバシってこう倒して、また一つセット装備がクリアになるわけですよ。多分ここのセット装備が毒系のセット装備になると思うんだよね。あれか、
あれがソクラテスなのか？ソクラテス。よまん。いい馬だな、ソクラテス。馬？これは非常に優れた、壮健な馬だ。そして盗まれた馬でもある。馬泥棒のソクラテス。もう噂が聞こえてきそうだ。アリストファネスが気に入るだろうな。残念ながらその噂は捏造と言える。だが、お前が真実を知り得、それをどう扱うかに興味はある。それはどういうことだ？この馬を盗んだ男は近くにいる。私は取るべき適切な措置について思考していたのだが、お前が正解とする考えをぜひ知りたい。どう判断すべきなんだ？お前が決めることだが、泥棒と会話することで考えがまとまるかもしれない。さて、犯罪は正当化できるのか？面白い考えだ。泥棒はどこだ？南西の馬小屋で待つように言った。馬を盗もうとして捕まったんだろう。とっくに逃げたんじゃないか？彼には馬が必要だ。そこでお前の出番だ。司祭は彼から聞け。なんじゃそりゃ。結構遠いとこにいんだ。しかも絵の豆を盗んだ。すげえところから来るな、あいつ。よう。あんたを殺すのは辛いが、それが仕事だ。うい、うい。さあ続きいきましょう。強くなったよねこれ。大槌のこのためが最高にいい。こんなかなの？捕まると厄介だ。慎重に行こう。めっちゃいるじゃん。なんか隊長クラスめっちゃ強そうなのいるし、まあ、いっか。おりゃーじゃー。そしてドーン。このコソ泥逃がさないぞ。へいへい、ほい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 、入った。ふんふんふん、ふい、ふんふん、ふい、ふい、そいや、ふい、ほ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 い。助けてくれとか言ってるよ。もう先にね、ちょっとこうこの辺の周りのやつ燃やしとかないと。はい。これでここのロケーションはクリアだ。しかしなんでこんな工房に集まってたんだ人が。なに？しょうがないな。おらよ。うん。光よ。おお。そい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 。はい、どん。どん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 。はい、どん。どん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 。
チャージ、ドン、チャージ、ドン。その盾ちょっといただこうか。おい、おい、おる、おい、うん、うん、つい、おる、いる、うん。オッケー、話を進めよう。立てこら。馬を盗んだのはあんたか。ソクラテスに言われてきた。捕まった上に傭兵に裁かれるとはな。当てないの衛兵が来るよりいいだろう。身分は？盗まれた男は何とも思わないはずだ。他にもたくさんいるからな。俺の唯一の馬は先週死んだ。新しい馬を買えたらこんなことはしない。なるほど。使うために盗んだのか、売るためにか。俺には養う家族がいる。馬は農場で役に立つだろう。それに今は旅の手段が他にない。他に手はないのか。思いつかない。ただ盗んだことは本当に恥じてる。あの馬を選んだのに理由はあるのか。盗むのが一番簡単だったからだ。他に理由はない。ただ一番いい馬は取らないようにした。気を使ったつもりか。楽しむために盗んだんじゃない。他に選択肢がなかったんだ。聞きたいことはもうすべて聞いた。どうか分かってほしい。家族のためならお前もこうするんじゃないか。なるほど。どうしようかね。そんなことしなくてもね、アゴラにはそこら中にこうお金が埋まってるからね、ぷい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 取ればいいんですけどね。馬に乗りながらこうお金を盗むスキルが私にはあるんでね。ソクラテス。何をすべきか決断したか。ああ、彼は馬を返すべきだ。馬を盗んだ理由は関係ない。あれは他人のものだ。また驚かされたぞ。絶対に返さない方を選ぶと思っていた。なんだとこの野郎。傭兵だからか。もちろん。だが他人の話になると理由に関係なく罪には罰があるべきと判断した。無難な選択だが、それが適切でない場合も考えられる。重要なのは俺の判断がどんな結果になるか。そしてこれが俺を試すためのものだったかどうかだ。可能性としては両方かもしれないし、どちらでもないかもしれない。わざと無意味なことを言ってるな。もう一つ尋ねよう。ある者が大勢を救うために一人を殺害したとして、その行為は正しいか、それともその者は罰を受けるべきか。行動に正当な理由があるなら、そいつは正しい。つまり我々のような者が法を決定するのだな。大抵の者は殺人者は罰すべきと考えるだろう。命を救われた人はそうは思わない。だがな、より多くの者にとって価値ある選択をすることは正しいと言えないのだろうか。もういいか、俺も暇じゃないんだ。もちろんこれはわずかな者に許される享楽だ。たとえ時間に余裕があるものでも、心の余裕はないことも多い。そうだな。さて、特に情報を得られなかったな。もう一つのミッションを確認しに行こうか。また傭兵が湧いたか。
クマ連れてるぞ、クマ。どうもーい、うい、そして光のおいたい、お前には特別にこの怒りモードを見せてやる。17万ダメージ、おい8万ダメージ、おい17万ダメージ。残念だな、30万ダメージには耐えられなかったか。えぐいね、ダメージの量が。チャージ攻撃でクリティカルが出ると17万ダメージ出るからな。ピレウスの攻防。どうも、アルキビアです。ずいぶん楽しそうだな。大変なことになってるぞ隣に。さすがは神々、僕くらい美しい人を求めた途端あなたが来た。何言ってんだお前。俺たちが一箇所にいるのはまずいかもな。みんな気を悪くするぞ。いいんだ、みんなわかってる。僕たちが美を享受する一方、多くの人が割を食うように決めたのは神々さ。ご機嫌だな。また宴だったのか。それしかできないから。あ、でもちょっと問題がね。どうしても家に帰らなきゃいけない特別な政治家がいるんだけど、僕はもう動けない。俺が送り届けてやる。気をつけて。楽な道だけど、彼を担いでいかなきゃダメだからさ。幸せ者。そいつはなんで特別なんだ。まあ、民衆に何かしたんじゃないの。知らないけど。あなた10日前に食べたものも聞いてきそう。よく宴を開くのか。可能な限り。一体どうして。実践に次ぐ実践だよ。やればやるほど周りの人より冷静でいられるようになる。人の弱みを握ろうとしてるのか。仲間に対して。まさか。やだな、こんな話やめようよ。政治家が完全に酔いつぶれる前に送り届けよう。素晴らしい。とにかくピレウス港の北まで連れて行って。彼の家はその辺なんだ。やべえな、傭兵も来るぞ。さあ行こう。でもこいつがね、ほら情報を漏らすかもしれないもんね、コスモスの。あれ、なんでそっちへ行くんだ。あれ、やべえな。通れない、通れないぞここ。こいつやべえとこに届けさせられるんじゃねえだろうな。ここから徒歩だ。なるほど、あっち側か。
やべえ。よし、バレなかった。のー。オッケー。やばいね、これ。これやばいやつだね。本当にここに住んでるのか。聞いてた通り。やれ。おっと。やはり傭兵も来たな。うい、くれ。光よ。チャージ。どうなったミッションは。アンナを倒せばいい金になる。なんだろう、普通にクエスト失敗しちゃったか。もう戦うのに一生懸命で全然分かんなくなっちゃったよ。どこ行った、あいつ。死んだ。聞いた通りだ。あ、いたんだ。いや、生きてるけど生きているけど何が起きたんだ。助かった的な話の展開がないんだよな。なぜだ。なんだろうね。何か用事は。兄弟が私の作品を自分の名前で発表してる。はは。私が書いて渡してるのに、みんなが彼を称賛してる。兄弟か、難しいな。わざとひどい作品を渡すこともできた。笑い者になるようにね。でもそれじゃ足りない。もう耐えられないわ。こんなことが何年も続いてる。もうやめたいの。そいつを渡し森の元へ送ればいいんだな。いいえ、彼に届けて。その仕事を引き受けた。この物語は語り継がれる。日々を安らかにな。
渡しますか。ホーマの野営地。これがそうか。ヤオ。マウソロス。えいや。おい。超逃げようとしてたな。100メーター先だな。海軍港。どうも。作家からあんたに届け物だ。ああ、まさにそれだよ。手間をかけたな。これは報酬だ。いろいろあるね。ほいほいほい。誰でしょう。この中か。やべ、傭兵まで渡しちゃったよ。ドン、ワン、チャージ、ふい。この上か。オーケーオーケー。
順調じゃないか。それにしてもな、アッティカの人々を助けてるけど、なかなかその情報が入ってこないね。最後の一人、一体どういうあれなんだろうな。情報を手に入れればいいんだろう。というわけで、まあ、今回はここまででございます。なかなか倒せないね、最後のコスモスの一人を。情報募集中ですまあね、あ、これあってかない。おラッキー人々からですけど、なんでこったいと。結構遠くまで来たんだね。ハテナマークはこれか。あ、ここにまた一個できてる。激しく震わせろ、アルキビアです。これまたお前どうなってんねん。あれめちゃ罠にはめられたぞこの野郎って言わなきゃいけないんでしょうね。アルキビアデスとのことを蹴りつければ、まあ、多分あいつがねその情報を持ってるのは間違いないんで分かると思うんだよね。というわけで今回はここまで。次もお楽しみに。またな。